ベイブレイ。どうもベイブレード開発チームの安田と高坂がベイブレイ。ベイブレード X とは超加速ギミックエクストリームダッシュによる驚異的なスピードと衝撃でエクストリームなバトルを繰り広げるギアスポーツ。今日紹介するのはこちら、ナイトランスということで、はい、ナイトシールドあったと思うんですけど、はいはい、どういうつながりがあるんですか。ベイブレード X のベイの名前はギアチップのキャラクターとベイの特徴のイメージを合わせ持った名前になっていて、例えばね、ナイトシールドだったらシールドで守るから、この衝撃吸収みたいなところになっておりますので、うん、このね、ランス、槍が全くね、うん、異なる性能のベイブレードになっております。気になりますね。気になりますね。では早速見ていきましょう。ベイブレード。ではね、早速パーツばらしていきましょう。見ていきましょう。はい、じゃあまずは真ん中ラチェットからいきましょうか。そうですね、ラチェットは480ラチェット。はいはい、80なので背が高く4枚刃なので相手の攻撃をいなしやすいラチェットになってます。うん、背が高いので重心バランスを上に上げることができます。うん、色もすごいこだわってまして、水色と紫のラチェットになっています。こちらはですね、ブレードのナイトランスがベースのね部分はやや青みがかった緑で、ギアチップは紫色にねなっておりますので、このナイトランスブレードと組み合わせた時にマッチするようなカラーリングにしております。続きまして、ビット HN ビットでございます。気になってたんですよ。気になっちゃいました。 N ビットはね、はい、ニードルはこれまでありましたけど、 HN ハイニードルビットでございます。はいはい、でございます。なるほど、はい、ニードルビットと同じディフェンスタイプのビットなんですが、1ミリね、ニードルビットより、はい、高くなっております。はいはい、ニードルビットの軸先がね、とんがっていてスタジアムの中央にとどまりながら守りつつ傾いてカウンターも狙えるっていう性能はそのままに、背が1ミリ高くなっているので重心バランスがね上がってより傾きやすくなってカウンター攻撃を決めやすくなっちゃってるよ。そんなビットになっております。ですね、色もねかっこいいですね。この深めの緑が非常に大人っぽくねかっこよくなっております。さあ続きまして、ブレードはナイトランス。ナイトランス、こちらディフェンスタイプのブレードになっています。ディフェンスタイプということで丸く弾けにくい形はねしているんですが、ここ見てください。ランスということで槍のようなとんがった刃がついております。このね槍のような刃で守りながらカウンターも狙えちゃうということで、いわばカウンターディフェンスができるブレードになってます。またこちらの刃ね、ちょっと比べてみると分かるんですが、他のブレードよりちょっと高い位置に、確かに高い刃がね、うん、ついております。これにより上から相手を下に押さえつけてバランスを崩して攻撃から身を守ったりとか、あとこの刃はね当然メタルになってるので重い、うん、そのメタルが重いので重心が上に上がって、うん、重心が上がってやっぱ傾きやすくなるので、うん、傾くことでこの刃の天面の部分で相手にねカウンター攻撃をしちゃうみたいなこともできちゃうブレードになっております。はいはい、そしてねギアチップのね、うん、このナイトもね、ナイトシールドの時は横向きで凛々しくかっこいいナイトになってましたが、ナイトランスのナイトは正面を向いております。また違ってバトルの前にこう目を、うん、合わせてね一緒に頑張ろうぜっていう感じで気合入れてバトルに臨めるようなデザインにしております。そしてこの刃の位置が高いブレード、背の高いラチェット、背の高いビット、この高いこの3つのパーツを組み合わせてできるのがこのナイトランス 480HN でございます。なるほど、全部のパーツがね、うん、高く設計されているので、うん、この背の高い状態でこの上から下に攻撃したり、うん、傾いて自分は守りながらカウンター攻撃も決められる、このカウンターディフェンスに特化したメインブレードになっております。素晴らしい。というわけで、もうここまで紹介したら、いやもうバトルするしかないでしょ。バトルスタート。それではナイトランスのカウンターディフェンス見せていきたいと思います。いくぞ、3、2、1、ゴーシュ。
さあ、一体ひなりとフルダッシュ、はい、わ激しい当たりでも完全に天面で傾いて受けましたよ。今こうやっぱーまで攻めてますから、はい、あでもヘロヘロじゃないですか。いやいや、ちょっとまだ勝負はこっからでしょう。もうね、はい、上から押さえつけてバランス崩してそのまま守り切ってスピンフィニッシュ。いくぞ、3、2、1、押し。さあ、衝撃よくだ、よしよしよし、カウンターエクストリームフィニッシュ。最初から斜めに打って天面が当たってカウンター成功。いやーカウンターディフェンスすごすぎでしょ。いやもうね、このカウンターを決めた時の爽快感たるやめちゃめちゃね、もう気持ちくてたまらないので、ぜひ皆さんもね、カウンターナイトランスのカウンターディフェンス体感してみてください。それでは次回もお楽しみに。3、2、1、ゴーシュー、バイバーイ。